キャンバーで作ったプレゼンテーションをパワーポイントや Google スライドで使う手順です。ちなみにこんな感じでアニメーションや画面切り替えを設定しているデザインです。パワーポイントファイルにしたいデザインを開いて共有をクリック、もっと見るをクリック、下にスクロールして保存のマイクロソフトパワーポイントをクリック、ダウンロードをクリック、ファイル名を確認して保存をクリック、ダウンロードしたファイルを開くとパワーポイントが起動して保存したファイルが開きます。若干レイアウトが崩れるので手直しが必要です。ほとんどのフォントは変更が反映されています。プレゼンテーションを再生してみるとアニメーションや画面切り替えは反映されていません。ダウンロードしたパワーポイントファイルを Google ドライブにアップロードしてから開くと、キャンバーで作成したデザインを Google スライドで開くことができます。 Google スライドにないフォントは反映されません。超絶簡単です。